はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルフィッシュです。では今回は信長の野望創造戦国歴史の小早川秀秋プレイ続きをやっていきたいと思います。まあ、前回ですね、宇喜多討伐に成功したんですが、逆に北信濃方面は、徳川に奪われるということで、対徳川戦線は後退をしたというところになります。現状ですね、対徳川家に対しての最前線に位置するのが、おそらくこの甲斐、あとは中野、あとは秀明がいる駿府、この辺りが最前線になると思いますので、この辺りの防衛をしっかりやりながらですね、何はともあれ、戦力を充実させていき、石田と徳川をぶつけるという当初の、戦略に戻っていきたいと思っています。で、今ですね、戦線としては石田隊がこの佐竹の義則のこもる春日山城攻めに入ってますんで、春日山の方面に信濃の軍勢が動員されるようなことがあれば、これは信濃の奪還を図っていきたいなと思っています。あとはですね、なんといってもこの小田原城ですね、この小田原城を抜いておきたいというのがあるので、小田原城、ここをなんとかね、制覇しておきたいなというふうに思っています。まあ、そのためにもなんとかね、石田勢には頑張ってもらいたいというところになります。では早速続きをプレイしていきましょう。今月か来月かあたりには宇喜多の武将たちがこちらに入ってきてくれるんじゃないかなとは思いますので、ちょっとね、それを待ちましょうというのもあります。いや、大軍同士がぶつかってるね、あそこも。ご命令を報告いたす。先月の収支です。報告いたす。これに伴いどうだ？深志城あたりは奪還できるんじゃないか？深志城あたりに兵を出してみますか？カズージ。さらには安豊、さらに政丸、合わせて4万5000ぐらいの軍勢になるはずなので、この4万5000の軍勢を出しましょう。とりあえず信濃奪還作戦ですね。庭も石田に滅ぼされたか。まあ、こうやって石田がどんどんでかくなるというのは、もともとの戦略としては期待していた結果ではあるんですけどね。同盟国でもありましたからね、彼らは。そういう意味ではなんともちょっと複雑な心境ではありますけどね。石田隊は引いたか、兵を。早かったな。石田が兵を引いたとなると、単体でどうだろう、この不可思議攻略がなるかどうかですね。ちょっと厳しいんじゃないかな。何、鍋島が寝返っただと。鍋島め、寝返りおったか。助け立ちいたす。長政が死んだか。表情を始めます。報告いたす。先月の収支です。報告いたす。思ったより全然あれですね、宇喜多の家臣団が入ってこないな。出陣するぞ。助立ちいたす。我に打てぬ敵なし。承知いたしました。ご命令を報告いたす。報告いたす。先月の収支です。報告いたす。
落とせないか。硬いね。あれは直政だろうな、あの1万3000。ご命令を報告いたす。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 先月の収支です。直政だよな。直政強すぎるよな、ちょっと。まあ、福島正則を当てて見たものの勝てなかったって感じかな。まあ、ここはこれ以上の兵の消耗を避けたいので、正則を引かせましょう。それにしても圧倒的だね。報告いたす。報告いたす。先月の収支です。報告いたす。石田軍と徳川軍が本格的にぶつからないとなかなかこちらに勝機は回ってこなそうですね。先月の収支です。報告いたす。ご命令を報告いたす。報告いたす。先月の収支です。報告いたす。さて、どうしたものかな。まあ、西側はもう安定しているのでほっといてもいいでしょうと。問題は対徳川の最前線だな。石田軍の動きがな、ちょっといまいち、ちょっと鈍足な感じがするよね。で、石田はここの城をきっと救援はしないんだろうな。飯山城の救援は出さないんでしょうね、おそらく。まあ、出す余裕がないというか、地理的に出せる場所にないというのもあるんでしょうけど。奪われましたね、あっさり。ご命令を報告いたす。報告いたす。先月の収支です。始めます。報告いたす。先月の収支です。報告いたす。さて、どうするかな。ご命令を報告いたす。いや、でも本当にあれですね。報告いたす。報告いたす。先月の収支。浮田の家臣団が入ってこないのはなぜなんだろう。ちょっと確認してみますか。戻るぞ。起乗します。武将が28人もいるね。ちょっとこれ配属で与力とかで入れておく。駿府にかなりの数いるんで、これちょっと動かしますか。あんまりね、上下関係とか考えずにバリバリ送ってっちゃってますけど。ライレンは手元に残したい。
なかなか石田と徳川の本格的なぶつかりがないな。期待してるようなね、戦闘状態が発生してくれれば、先月の収支です。報告いたす。こちらにも勝機が出てくるんですけどね。表情を始めます。報告いたす。先月の収支です。春山1万3000円か、まあ、これはさすがに退けられるかな。正則も出しましょう。お、ついに来たね。これで武将をだいぶ補充できるな。機勢が攻めてくるんだね。ご命令を。先月の収支です。お、ついに小早川家待望の男子だな。でかい。まあ史実だよね。小早川家は男子いなくて改易されてますからね。命令を下され、報告いたしますぞ。報告いたしますぞ。先月の収支です。報告いたしますぞ。あとは成光の部隊をこれで攻撃しましょう。助立ちいたす。敵将仕留めたり。敵将捕獲した。いや、石田勢が動かないね、全然。ただ次石田軍が手出せるのってもう正直言って徳川勢しかいないはずなんだよな。なんとか徳川勢と石田勢をぶつけたいんだけど。表情を始めます。報告します。先月の収支です。報告します。もう家臣団の優秀な上位が完全に浮きた家臣によって構成されてるんだな。さてどうするかな。稲葉隊、もうちょっと城の数増やしてあげたいよね。となるとやっぱ深し城攻めを欠かせないよな。ご命令を。報告します。先月の収支です。報告します。
戦闘力の高い武将をちょっと入れてあげましょう。浮田秀家104もあるのか、なかなか強いね。こうやって見ると、で続いて名古屋城にも人を入れよう。名古屋城にはそれこそ秀家を入れるか。で岡崎城にはライレンを入れる。本当はね明石とか入れたいけど、明石はもう完全に手張ってるからな。表情を始めます。先月の収支です。報告します。よし、そしたら兵糧もあることだし、人当たりかけましょう。まあなんといってもやっぱりこの深市城の奪還作戦からですね。待って、石田とさ徳川って同盟結んだの？うわ、3ヶ月間同盟結んでるよ石田と徳川が。どういう状況だこれ。もう本当に石田すらももう当てにならない、そんな状況ですね。であれば単独でやはり徳川を撃つしかない。先月の収支です。石田すらも当てにならないと分かった今。出陣するぞ。戦場へ参る。お任せください。お任せを。三方向から深市城を攻めましょう。待機しろ。かしこまりました。どうせまたいい直政が出てくんだろうな。直政強すぎますからね。表情を始めましょう。報告いたします。報告いたします。先月の収支です。待機せよ。かしこまりました。逃げるなら今のうちに。お命令を下され。報告いたしますぞ。先月の収支。そしたら石田に対しては外交を入れておきましょうか。我が領内に島田城の6600。まあ6600ぐらいだったらなんてことはないでしょう。退けられるはずだ。任せましょう。浮田勢がやられたとなると兵を引くしかないね。いやー、単独じゃない、単独で深市城を取るのも難しいのか。
苦戦しますね。そしたら掛川から木村重成隊を下田に派遣しましょう。ご命令を報告します。先月の終始です。まさか落とされるってこともないでしょう。甲府25,500勇気です。我が王の城包囲されました。カズージも死んだか。表情を始めます。報告します。いやなかなか厳しい戦いが続きますね。長宗我部との同盟はもちろん継続して、で連合ですね。もう連合しか頼みの綱はないんで、もう連合に参画するところも限りなく少なくなってきてるな。もう連合の意味があまりなくなってきてるもんね。甲府の守りは大丈夫なのか。兵が4000しか入ってないじゃないか。出陣する。ご命令を報告します。報告します。先月の終始です。報告します。もうここまで来ると連合組員がほとんどないですね。待機しろ。続け。我らも加勢しますぞ。いざ参ろう。表情を始めます。報告します。先月の終始です。報告します。我が軍略お見せしよう。やるとするか。かかれ。敵将を捕らえた。火事再造も死んだが、ご命令を報告します。先月の終始です。報告します。城へ戻る。いやー膠着状態ですね。まさにいい直ったか。これは処断しましょう。いい直高は大阪の陣とかで活躍した武将ですよね確か。ご命令を報告します。先月の終始です。報告します。さてどうする。ちょっと石田と徳川の同盟状況を確認しますか。同盟5ヶ月残ってるな。どういうつもりなんでしょうね石田家としては。石田と徳川が同盟を結ぶとかもう完全に意味がわからないことになってるからな。ご命令を先月の終始です。報告します。
5ヶ月後にどうなるかを見るしかないですね。敵が我が領内に向かっております。伊達政宗が6800。もうこの辺りもさ、政宗が出てくるっていうのおかしいでしょう。ご命令を報告します。先月の収支です。報告します。完全に政宗を討ち取ろう。我が戦ここはご覧に入れよう。表情を始めます。報告します。報告します。出陣するぞ。打ち取れないか。まあそうだよね。政宗クラスになると捕らえるのなんてほぼ不可能だからな。まあ、ただ小早川秀明がまだ生きているっていうのも嬉しいな。ご命令を報告します。先月の収支です。報告します。起乗するぞ。起乗するぞ。戻るぞ。表情を始めます。先月の収支です。いや動きがなくて本当にどうするかちょっと考えもんだな。石田と徳川をこう表情を始めます。戦闘状態に戻さないと。何きっかけでさ石田と徳川は同盟を結んだわけ。これちょっと5ヶ月間様子を見ましょう。ご命令を報告します。先月の収支です。報告します。いやー完全に意味がわからないな。表情を始めます。報告します。先月の収支です。報告します。まあとはいえここで手をこまねいていってもやることはないのでしょうがない。軍勢を集めて、深志城攻略に乗り出しましょう。それ以外にやることないからね。ちょっとまたね、長期遠征で金を使うことにはなりますが、まあそうも言っていられませんからね。ここは我慢して軍を出していきましょう。総力戦になる感じかな。これでほぼ全ての軍勢を出して一気に信濃を取り返しましょう。これね、あの一旦一体出していかないと帰っていくやつら出てきますからね。完全なる命令無視をする連中が出てきてしまうんで、ちょっと操作自体は
面倒にはなるんですが、まあ、一つ一つの城から確実に部隊を出陣させていきましょう。シエガドの部隊13,400、これかなり心強い軍勢になりますね。ヨゴノスケ、奥義一戦持ってくれてるはずだ。で、一茂でしょう。まあ、これでどんぐらいの軍勢になったのかちょっとね、正確に数えてはいないんですけど、おそらく10万規模の軍勢を集めているはずなんで、この10万規模の軍勢でシナノを取り返しましょう、まずは。だってもう完全に石田が骨抜きにされてるのは確実なんで。石田とね、徳川が再び改善する可能性は、この感じだとあまり高くはない。であれば、いっそのことこちらからシナの奪還を行っていきましょう。積極的に。ご命令を報告します。先月の収支です。報告します。さあ、では部隊が集結それぞれしたので、これらの軍勢を使っていきましょうか。いっそのこと小田原を抜くっていうのもありだよな。ご命令を報告します。先月の収支です。報告します。まずはシナの、その入り口深志を取りましょう。取り返しましょうかな。深志を取り返したらそのまま一気にシナノになだれ込む。承知いたしました。我が領内に敵が迫っております。甲府に27,600、そしたら甲府にはを残しましょう。返します。で、福島正成を援軍として出します。で、雷連も甲府に出しましょう。で、五詰めとして浮田秀井、これを海津城へ、さらに八重塚を海津城へ出します。で、最悪の最悪、甲府が危ない場合は小早川秀明本体13,000、これで援軍としましょうか。表情を始めましょう。報告いたします。先月の収支です。報告いたします。
かしこまりました。包囲しろ。包囲せよ。よし、じゃあここはもう一気に回線で深潮を取りに行きましょう。行くぞ。我に続け。ここで終わってください。敵城門突破しました。城門を破壊しました。これが戦の作法よ。我に続け。敵城門突破しました。これで、まあ、城門はチョコレート並みに緩いですね。かかれ。不甲斐ない。敵城門突破しました。皆の命を私に預けてください。城門を破壊しました。もう諦めてください。逃げるな。我に撃てぬ敵なし。引け。敵城門突破しました。これで決める。よし、これで深潮は取ったな。総力戦になってますからね、今回。そうそう簡単には引けない。じゃあ、深市城を取った部隊の一部を使って、姿体は返しましょう。もう、ボロボロの人たちは帰ってもらうしかないからね。出陣します。かしこまりました。敵将捕獲した。お命令を下され。報告いたしますぞ。報告いたしますぞ。先月の収支です。報告いたしますぞ。報告いたしますぞ。先月の収支です。こいつらの兵糧がちょっと危ないか。よし、ここは回線にしちゃいましょうか。回線にしちゃいましょう。回線にして小物を取りましょう。まあね、城を取った後守るのも大変ですからね。徳川の大軍勢を相手に城を守りきるのが難しいので、しばらく兵は駐留させる必要があるんですけど、まあ駐留させるとなるとそれなりにやっぱりお金がかかりますからね。敵が我が領内に向かっております。深潮に3万の軍勢か。まあそうなるよね。深潮今取ったばっかりですけどね。敵城門突破しました。我が軍思い知るがよい。教えてやろう我が戦を。我に続け。引け。私を侮りしこと組みるがよい。手ぬ敵なし。敵将討ち取ったり。お味方が捕獲されました。まあやっぱりこの辺りも激戦にはなってるな。ただここが肩がついたんであれば、改めて城攻めにかかりましょう。で、池田戦と真田信忠隊は一度帰らせた方がいいね。
意しろ。表情を始めましょう。報告いたします。報告いたします。報告いたします。先月の収支です。報告いたします。よし、そしたらここは一気に海戦で海津城も奪還だな。まあ秀家がいるけどやっぱり違うね。4万の兵で消耗したくないですけどね。ここでそしたらここは回戦しなくてもいいかな。落とせそうですね。ただここは少し欲を出さずに確実に仕留めましょう。よし、海津落としたね。で、海津の守備隊を入れておく必要があるからな。徳川隊が、これが海津城に攻め上がってくると。ここで直政を討ち取ろう。いや、信濃激戦だな。はい、ちょっとね、白熱の状況ではあるんですが、白熱しすぎて時間が長くなってしまいましたので、一旦ここで終わりにしましょう。今海津城とあとは小諸城ですね、ここで激戦中なので、まあ、ここをなんとかしのぎきるために一応この後小早川秀明の本隊1万5000これを、出しましょう。出すしかないで、もう正直言ってこっちに余力はないんで、どこの部隊も見てもね、兵力的にもどうだろう、28万、徳川は40万かで、石田は52万、結城が37万まで膨れてるのか。結城と真っ向勝負だって。結城ってもう変な話、徳川家よりも領地自体はでかいですよね。これ見てもらうと分かる通り。いやー、結城か、拠点数も37で徳川家より多いですもんね。石田は42、小早川は35だ。拠点数だけ見ると徳川家康とほぼほぼ拮抗してる状態にはあるんだな。よくここまで小早川も頑張ってきたよね。武将数90はちょっと少ないね、やっぱり。はい、というわけで次回ですね、この続きをプレイしていきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。